このキャンプ競争という中で、今やってますんで、まあ負けないようにと思ってます。もう連日藤本監督は競争競争と言ってますよね。若い選手から、まあ、中堅ベテランまでみんなに本当にチャンスがありますし、本当に負けないようにと思ってます。はい、抜群の身体能力を生かし華麗な守備でチームを支えてきた今宮選手。しかし怪我の影響もあり、ここ数年はなかなか試合に出られないシーズンが続いています。プロ13年目を迎える今シーズン、改めてレギュラーを取りに行くためキャンプで奮闘しています。今宮選手の座を狙っている人たちが多いし、その中にガルビス選手が入ってきます。その情報を聞いたときどう思いました？強化ポイントとしてやっぱりチームのそこを上げているというところも間違いないと思いますので、ショート1本というところしか今頭に入ってないので、まあ、そこで勝負したいなという思いの方がちょっと強いので、もうやるしかないなというところですかね。今年がもう勝負だと。はい、やっぱり今年齢的にも31歳年になりますし、ここでやっぱ取れなかったら、この先ちょっときしんどいのかな、きついのかなっていうのは正直やっぱ思ってくるところでもあるので、まあ、本当に勝負の年かなと思ってます。勝負に勝つため守備はもちろん、打撃面では73キロだった体重を今は80キロまでに増やし、スイングの力が出てきたそうです。今年に関してはやっぱちょっと体重を増やして、まあ強い体っていうところをちょっと、まあ、一番に考えて、強いだけは飛ぶとかっていうのはやっぱり感じているんで、まあ、これを維持しながら、はい、しっかり動けるようにと思ってます。はい、ホームランも出ましたね。まあ、たまたまです。たまたまですか？たまたまです。そのバットの芯に当たったんで。いや気分はいいですよね。まあ良かったですね。しっかりとね、ヒット1本の1本の積み重ねを、多くしてやっていけたらなと思います。もう今年にかける思いが強いのか、久しぶりにお兄さんのところで歓迎しましたよね。あ、その情報入りました。入りました。今年の1月、お兄さんが住職を務めるお寺一心寺で6年ぶりに歓迎を行った今宮選手。今年行ったのには訳がありました。初心に戻るっていうところもすごく、気持ちの中であったので、新たな気持ちっていうのでちょっとスタートしたいなっていうのがありましたので、まあ、そこはちょっと歓迎かなと思って。歓迎をやった人は大概その年いいですもんね。まあいいはずですけどね。2014年には柳田選手も参加。その年は今宮選手、柳田選手ともに全試合出場、そしてベストナイン、ゴールデングラブを受賞しました。期待に応えられるように頑張るのみだなと。最短の目標はまずはね、開幕で、しっかりとレギュラーを取るというところなので、そこだけを考えてやっていきたいと思います。